はい。ということで、今回は、ボールが飛び跳ねるような表現を、グラフィックを使って作成するお話をしていきたいと思います。はい。ということで、まず最初に新しいシーケンスを作成します。で、シーケンスを作成してもらったら、まず画面上にボールになる図形を作りますということで、楕円ツールを選択したら、まず図形を一つ描きます。はい。で、色はお好みで変えてもらったらいいので、シェイプを選択したら、塗りの色をお好みの色に変えます。はい。で、ここからアニメーションしていく流れについては、今までやってきた方法でやっていきます。例えば、上から下に落下させるのであれば、トランスフォームの位置を、まず初期値を上の方にセットして、で、下に落ちていくような表現にしますと。はい、ということですね。はい、もうこれで落ちていきますということですね。で、例えばここからボールが飛び跳ねるのであれば、上下に動かすだけになるんですが、ここで例えばちょっと潰れたような表現にしたい場合に、まあ、今回の方法を使いますということですね。はい、ということで、どこを使うかというと、シェイプの中にあるパスのアニメーションを使います。はい。ということで、ここから先さらに少しタイムラインを、時間を少しずらして、で、先に、そうですね、先にパスの値をちょっといじりますということで、はい。このような感じで、パスをずらすとどうなるかというと、はい。このような感じで、ボールの形を変えることができますということですね。ということで、じゃあさらに進めて、変形をさせていきますということで、このパスの形状をさらに複雑に変えることができます。このペンツールに切り替えてもらったら、それぞれのアンカーポイントをクリックして、クリックして動かしてもらうと、はい。このような感じで、パス自体の形を変えることができますと。はい。ということで、ちょっと誤って、アンカーポイントを消してしまったので、ちょっともう一度やりますということで、ボールを作ります。はい。で、まず、位置をセットします。はい。まず、初期位置をセットします。で、動かして、で、下まで到達したタイミングで、失礼しました。こっちか。はい、一番下まで到達したタイミングでパスのアニメーションをオンにしますと。で、パスのアニメーションをオンにしてあげたら、この形を変形させていきますと。で、まず少し潰してもらって、で、少し進めて、で、ツールをペンツールに切り替えますと。そうすると、このような感じで、それぞれのアンカーポイントの場所を操作することができます。そうすると、このように潰れたような表現をさせることができますということですね。で、一通り潰してもらったら、例えばこのタイミングでちょっと浮かせますと。はい。で、このタイミングでまたパスの形を、まあ、ちょっと戻してあげてとすると、はい、もうこんな感じで戻っていきますということですね。っていう感じで、こうやってパスを使うことで、この図形を自由に形を変えることができるようになりますということですね。はい。ということで、これ
うまく使うといろんな動きが表現できるようになりますので、ぜひ使えるようになってみていただければと思います。まあ、最後はちょっと潰しておきますと。はい、まあ、このような感じでうまくこのパスの形を変形させると、はい、このような動きを作ることができますということですね。はい、はい、ということでご参考いただければと思います。